4月になりました。街中には小さな背中に真新しいランドセルを背負った新1年生があちらこちらに。ドライバーの皆さん、安全運転お願いします。今日の探しテレビは春の交通安全県民運動の話題です。ご案内は探し役所生活安全課の井田さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。4月6日から15日までの10日間は春の交通安全県民運動。今年のスローガンは守ろう交通ルール、高めよう交通マナー。そしてサブスローガンはやめよう佐賀のよかろうもん運転。ここで気になるデータ、令和2年の交通事故発生状況です。前年に比べ佐賀県内での人身事故件数は減少していますが、佐賀市内での死者数が5名も増加しています。高齢者が事故に巻き込まれることが多いようです。そこで春の交通安全県民運動の重点として、その1、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全確保。例えば横断歩道での歩行者優先。歩行者が横断歩道を渡ろうとしているとき、車は一時停止。その2、自転車の安全利用の推進。その3、歩行者などの保護をはじめとする安全運転の意識の向上。いわゆる煽り運転や後部座席のシートベルト着用などです。令和3年春の交通安全県民運動は4月15日まで。目指すは交通事故ゼロ。お問い合わせは0952-407012 まで。4月10日は交通事故死ゼロを目指す日。これも大事。